けで、はい、今ちょっとねタックルにはね席を外してもらってまして、まあなんで外してもらったかといえばドッキリですよ。来たドッキリ、ついに待ってましたよね。ドッキリが YouTube といえばみたいなところありますよね。ドッキリというわけで今日のドッキリ、まあざっと内容説明しましょう。まあね、この後ちょっとねジャイアント馬場さんの、作った巨大なお風呂を紹介するというね名目でここにいるドロップとタックルに2人で最後にね派手に風呂に飛び込むシーンを撮るからっていうことで、まあ、これから2人になってもらうんですけど、なんとそのお風呂のお湯、いやお湯じゃないんです、水なんです。というわけでちょっと彼にも体張ってもらって2人でちょっと裸になってもらって並んで、作戦といたしましては、じゃあ僕が仕切るんでせーので飛び込んでくださいと言ったら、彼フェイントかまして、タックル1人ドボンと、タックルが冷水にタックルすると、そういうことですよ。素晴らしい。というわけでちょっとお楽しみにということでね、タックル呼んでいきたいと思います。はい、じゃあもう今まで通りオープニングというか3人の頭だけ、せーの、ノータップス。というわけで、はい、今日はプロレスの道場ってどないなってんねん、はいはい、気になりますね。でまあいきなり全部紹介するのもあれなんで、まあ今日はねお風呂紹介したいと思うんですけど、まあもちろん、知ってる方もいると思うんですけど、全日本プロレスを作ったのは、ジャイアント馬場さんという方なんですけど、というわけでね今日はねそれをこのお二人のセクシーカットとともに紹介してやるぜ。いくぞー。はい、というわけで扉の向こうにね例の馬場さんの作ったと言われるお風呂があるわけなんですが、まずその前に見てもらいたい、棚が高い。高すぎだろ。棚が高い、普通に身長ちっちゃい選手は取れない、てかもう何置いてあるか分かんないけど、いろんな人が住んでるんで物たくさんありますね。ね、誰のか分かんない、誰のか分かんない、まあ、俺のも数点いろいろありますけど、まあ気にしないでください。というわけで早速その風呂行っちゃいたいと思います。行っちゃいましょう。だから出てけー、出てけー、ちょっと入ってみてよ二人、大丈夫、戻れなくなんない、出てけー。なのね、この二人こうして見るとちっちゃく見えるかもしれないですけど、普通に2人ともね80キロ90キロあるね大きめの男性ですから。でもね2人すっぽり入りますよ。まだまだ入る、もう銭湯の領域、俺も入れちゃうんじゃないですか。全然入れちゃう、入っちゃおうかな、入っちゃおうかな入れちゃうね。というわけで、でもちょっと見てる皆さんこれじゃ物足りないですよね。というわけで、ここからこの二人のね、あらわとなってね、セクシーシーンとともに、ちょっとお湯張って入っていただきたいと思いますんで。入っちゃうの？入れる？ちょっと、じゃあ、お着替えタイムいっちゃおうか！お湯入れちゃいます。今ちょっとね、タックルとドロップには席外してもらってますが、今これ見てもらうと分かるんですけど、お湯の蛇口と水の蛇口って別々になってるんです。あーやばいやばい、このままじゃね、あったかいお風呂になっちゃうんで、このお湯をやべっ、これはやばいです。ちょっと2月の水道水はやばい。お届けに
じゃあ戻ります。あれ、あらら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 、これはね、やばいですよ。全日本ファン喜んでる、もう絵が見えますよ。でもなんで裸になってるか分かりますか？風呂に入るためですよ。というわけで早速2人には入っていただきたいと思いやす。オンエアマークセット、レディーGo! つかれる。冷た。冷たいですね。というわけで、受け取れは流れないです。この、いや、もう失敗です。ドボンと肩まで普通行くと思うじゃないですか。なんかやっぱりそういう常識はやっぱ彼には通用しないっていうことが分かった。いい勉強になったと思います。本当ちょっとじゃあこれもう自己映像なんで、ドロップにお手本見せてもらってバカバカバカじゃん。早く早く早く GO!はい、というわけで、今ねドロップのお手本のようなリアクションが見れたと思います。というわけで今週の、ノープタップス動画はここまで。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくねー。